かすれた声で叫んでもあなたの言葉に書き消されるだけ乾いた風もいたいよ通り歩く僕の足を止めるいつからか重大な病気があると話があったのは12月8日だったと思います。病院の先生からは即入院とのことでしたが、10日のライブだけはやらせてもらうことになりました。もしかしたら3人で音を出すことがこれで最後かもしれないと思いながら演奏しました。それから一式は入院、2度の手術、放射線、抗がん剤治療、転院してからのリハビリと5ヶ月近く病院生活が続きました。退院してすぐはバンドの話などできる状況ではなかったですが、同世代の仲間たちが率先して椿フレンズを動かし続けてくれました。
僕